これからよろしくね先輩。テレビアニメいじらないで長虎さん4月放送スタート。高校1年の冬、俺は恋の毒に侵された。初恋だった。私エチい人って嫌いなの。やっぱり私と付き合いたいってこと？セハラお兄ちゃん、お兄ちゃんのモモです。7人掛け持ちも面倒になってきたからな。黒と付き合ったらきっと楽しいだろうなって思う。白草ちゃんと付き合うことにしたんだ。かわいそうな春、振られちゃったか。情けねえよな春。復讐しよ。私と恋人のふりをするっていうのはどう？あの子はお前には高めすぎ。報酬次第だけど。ちょろすぎだろ俺。私は好きだから。キープしていたはずなのに私がキープされていた。初恋は生涯に一度きり。最低と言われても必ず何倍にもして返してやる。初恋って呪いだね。来る。ちっちゃいな。さまよえる死者の魂、大地の森に息づく精霊、これらと自由に交流し、人間では成し得ぬ力をこの世に行使する者たちがいる。彼らはシャーマンと呼ばれた。人玉モード憑依合体。仲間になってよ、阿弥陀丸。お前と一つになった時、なんかあったかかったんだ。拙者、仲間。行くぞ、阿弥陀丸。バソン中華三昧。俺は誇り高きアイヌ民族のホロウルだ。私は同志タオジン。ファウスト8世です。よく。私はイタコのアンナ、未来のシャーマンキングの妻になる女。あれがオイラたちが待ち続けた伝説の星ラゴ。500年に一度地球に近づき大災害をもたらすと言われているわ。だがその度に大いなる再生へと変える救世主が現れる。その救世主こそシャーマンキング。俺、駅のホームから線路に落ちてさ、死んだと思って気づいたら12年前の自分になってた。タケミチ君はタイムリープしたことで今を変えたんです。君なら姉さんを救える。だから俺が不良の時代を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った。譲れねえもんのためならどんな奴にでも立てつける。お前みたいな奴はそういねえ。花垣君はきっと成功する。タケミチ君のこと、もっと知りたいな。もしこれが現実なら、俺は未来を変えたい。俺が変わらないと何も変えれない。もう二度と譲れねえもんがあんだよ。俺がヒナを救うんだ。絶対負けねえ。戦闘員6号は、貴様には我ら秘密結社キサラギの先兵としてスパイ活動を行ってもらう。はっ。では行け、戦闘員6号よ。我々の力を全宇宙に知らしめるのだ。ん、はあ、あすんません、ちょっと何言ってるのか分かりません。宇宙がどうとか言い出したらさすがの俺も引きますよ。戦闘員6号だ。のひょー。お前もっかい父も思うぞ。へえ。なぜかこのチビスケは。お前はアホだと聞いているからな。現地での頭を使う仕事は任せとけ。転送準備開始。え、行ってきたまえ戦闘員6号。嘘つき。お前言ったじゃん、地球に似通った星だってこんな地球にいねえ。バカ。オペレーションナンバー3
我が国はお前たちを歓迎しよう。これも何かの縁だからな。パスワードを設定してください。おち祭り悪行ポイントが加算されます。あなたたちにこの私を使いこなせる。ねえ坊や、お姉さんのスカートの中が気になるでしょ。なぜだ、なぜ未だに何一つエロイベントが起こらない。そんなんだからお前はいつまで経っても平社員なんだよ。助けてください、お願いします。戦闘員派遣します。4月侵略開始。すいません、この任務やっぱやめときます。優秀のどこかにマザーがいる。マザー？願いを何でも叶えてくれる存在じゃ。四季の願いは何ですか？たくさんの友達。見えてきたよ。ようこそグランベルへ。人間？友達になってくれ。俺は宇宙で友達100人作る。決めたぞ、マザーに会いに行くんだ。行くよレベッカ。準備はいい？冒険の始まりよ。おお、全員動く。てめえら誰なんだよ。私はホムラ、敵ではないゆえ。対機械用アンドロイドです。ピーノとお呼びください。機械とかじゃねえ、友達だろ。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。そして四季はみんな友達だって言ってたのよ。その涙のために戦え。冒険の始まりよ。あなたの足で進むのです。それは初め球だった。ただの球ではない。ありとあらゆるものの姿を映し取り変化することができる。私はそれをこの地に投げ入れ観察することにした。不滅のあなたへ。おい、そこの JK。こんな時間に何してんだ。家に帰れ。じゃあただで止めて。あ、おはよう。なんだお前。なんだって言われても女子高生ですとしか。金がない、住む場所もない、じゃあ男を誘惑しようとかいうバカ極まりないお前の思考を叩き直してやる。どうしてこいつは真っ当に青春をして真っ当に恋をしてそういう風に生きられなかったんだ。吉田くん、今日は誘ってくれてありがとう。吉田くん、恋人できたでしょ。もし私の運命の相手が吉田先輩だったらどうしますか？お前さ、彼女できたって噂だぜ。女子社員たちが言ってた。本当は女子高生ちゃんなのにね。おかえり。ただ、うわ、おっさんじゃん。ああ、うち浅見って言います。気軽に呼び捨てにしてオケだから。やろー。確かにこいつは容姿も俺の好みじゃないが、まあかなりいい方だし、家事もできるし愛想もいい。なのになんで家出してはるばる東京まで来ちまったんだろうな。ひげを剃る、そして女子高生を拾う。2021年し東京 MX 他にて放送開始予定です。
戦況をお知らせします。我が方の損害は軽微であり、人的損害は皆無。人道的かつ先進的な無人機による戦闘により、本日も我が国の戦死者は0名であります。どうしてそんなに無人機に入れ込むわけ、レーナ。彼らは無人機じゃないわ。なんであんな女と毎晩毎晩、明日死んじゃうかもしれないのに。誰に豚と罵られようと、決して豚にはなり下がらない。ここでレギオンと戦って死ぬか、諦めて死ぬしか道がねえなら、死ぬ時まで戦い切って生き抜いてやる。それが俺たちの戦う理由で、誇りだ。その果てに死ぬしかないと分かっていてもですか。が望んで戦ってるとでも思ってるのか。あんたたちが閉じ込めて戦えって強制して、この9年何百万人も知らせた。自由や平等など早すぎたのだよ、レイナ。我々人類にはおそらく永遠に守らせるためではなく、死なせるために戦わせるなんて、そんなもの虐殺ではありませんか。俺たちはようやく自分が行こうと思ったところまで、行こうと思った道をたどっていけるんです。いつか俺たちが行き着いた場所まで来たら、花でも備えてくれませんか。私の使命は歌でみんなを幸せにすること。私たち AI はたった一つの言葉によって支えられています。すなわち使命。 AI と人間両者が発展する未来をこれから紡いでいきましょう。はじめまして、ようこそニーアランドへ。ここのステージで歌を歌っております、ディーバと申します。ビビの歌、もっといっぱいいろんな人に聞いてほしいから、約束。約束です。いつかメインステージで歌います。まずは自己紹介しましょうか。僕は開発者の名前を取って松本と名乗らせてもらいます。100年後 AI によって人間が殺される戦争を起こさせないために、今後100年かけてあなたには僕と一緒に AI を滅ぼしてほしいんですよ。何考えてるんです。100年後の AI のくせにそんなこともわからないの。あなたには生きてもらわなければいけません。初めから全て教えてくれる。あなたを信用していないからです。それなのに目の前の人、彼がいずれあなたのお客さんになるとでも非合理が過ぎますよ。私の使命を、失敗です。そんなものといったことを取り消してください。あなたにかけた博士の判断が間違っていた。生きて歌を聴いてもらわなければ。預けてほしい。ここからあなたの100年の旅が始まるんです。